はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。今日はですね、復帰の役割を知らなければ効果は出にくいという、お話なんですけれども、よくね、まあ見てると腹筋をやってるんだけども、あれは腹筋に効いてないなーみたいなやり方が、かなり、見受けられるんですけれども、効いてなければ当然なかなか形が変わってこない、腹筋が強くなってこないので、まあ、強くならなければスポーツにもね役立たないということにもなってきますけれども、これなぜね、そういうふうな、なんかこう効いてないなーみたいなやり方になってしまうかというと、それは基本的には、その腹筋の役割というのをよく理解してないからなんですね。でよく理解してないから、もうただ起き上がればいいとか、ただ足を上げればいいとか、ただこう動けばいいみたいな、この目で見た動きのこの繰り返しだけになっていくんですね。全然このお腹が引き締まって力が入る、収縮する、伸びるときに抵抗するということができてなくて、ただ、シットアップなんかでもこの頭の辺が動けばいいとか、まあクランチでもこう頭が動けばいいとか、マシンでもこういうマシンでこうとにかくこれを引っ張ってくればいいなってきちゃったりするんですけども、そうじゃなくて、やはり、腹筋のね役割というものを理解しなければ、ここの腹筋の使い方というのはうまくなってこない。で、なかなか腹筋の形が変わってこないんですね。では腹筋のこの役割とはどういうことかということなんですけども、まあ腹筋にはね、腹直筋と、腹斜筋と中の腹横筋というのがあります。まあそういうのはいろいろあるんですけれども、まずはまあこの腹直筋を使って、まあ腹斜筋も使いますけど、こう収縮する伸びるね、収縮する体をこう折り曲げるの、この収縮、まあこれの辺はね結構ね分かってると思うんですが、ただこれさえもなかなかイメージできてない人が多いので、クランチの時に首だけ動いちゃったりして胴体が動いてない場合が多いんですけど、まず収縮するこの体を折り曲げるというところですね。まずこういう動きがあります。それから、お腹を引き締める、こう筒状のものがあって、筒を一個ちっちゃくする感じなんですね。これ映るかな、これがこの状態が膨らんでるのがという感じ。これ今息を吐くと一個縮みますね。で、腹斜筋も結構しっかり締まってると思います。ここからという引き締める、引き締める、このショルダープレスでも引き締まらなければいけないし、スクワットでも引き締まらなければ、スクワットの時に体幹をうまく維持できないというのもあるんですけども、腹筋をやる時にもその引き締まりがあるという、引き締まりをつけるということが必要なんですね。まずこの二つは基本的にしっかりやらなければいけなくて、この、ね、胴体を折り曲げるクランチの時でも、引き締めながら、引き締めるっていうのは横からもそうですけど、この上の方からですね、この上の方からギュッと入ってくる、ギュッと入ってくる。こっちと一緒にこの縦も入ってくる。この押さえ込むように引き締めながら腹直筋が縮んでくるということを、同時にしていく。引き締め、中に押す力と圧力を中に高めていく力と収縮を一緒にやっていくということが、このクランチ、胴体を折り曲げることになっていきますね。で、こういうマシンでこういう引っ張って、やるパターンの、器具もありますけど、それと全く同じことです。引き締めて収縮、ただこれを動かせばいいというだけでもないです。この場合にただ引っ張ってるだけだと結構ね、足で突っ張って足の力で引っ張ってる場合もまああるので、しっかり引き締めて折り曲げる、この2つを同時にやっていくことが、まあシットアップとかクランチ系の運動では、重要ですね。で、それと同時に、このクランチの時、僕は足を90度にね、曲げて空中に浮かしてやるんですけども、この場合とか、あとはレッグレーズ系のものですね、足を上げるレッグレーズのものなんかは、太ももと膝を閉じる、足をしっかり閉じた状態で持ち上げてくるということで、それによって内転筋と内ももです。内ももの内転筋と骨盤底筋群といって、骨盤の中の方の筋肉で、をしっかり締めて持ち上げるような力が、まあそれ入ってくるんですけれども、これを足を開いたままでやってると、それがパカーンと開いたままですね。もうなんかこう、お尻が開いてるような感じ。じゃなくて、足を閉じることによって、お尻の辺も締まって、お尻が上がるのと、同時に上半身も上がる。この両方からの圧力ですね。それをさらに中に入れる。この3つ。上からと下から、そして中に押す力。この同時なんです。これが逆に、骨盤底筋群が働いてなくて、足が開いてて、
こっちに逃げてしまうと何にも収縮がしなくなってしまうので、ただそれも上がってるだけになりますよね。だから、収縮とともに骨盤底筋群でグッと押さえる、足を閉じた状態、足を閉じた状態で収縮をしていくという感じで、お腹の力をしっかり高めていくという動きが腹筋には必要で、これを理解していく必要があります。理解して覚えておけば腹筋がすごく正しくできるようになって、腹筋は、変わりやすくなります。で、当然腹筋の形も良くなるんですけども、こういう使い方をできる人は、まあスクワットをやっても、バーベルの弁当バローというのをやっても、ショルダープレスをやっても、そのお腹のところが上から横からね、下からしっかり固まるので、パワーが出やすいんですね。そこはまずきちんとできるので、パワーが出やすい。これができない人はパワーは出ないし、呼吸のね、吐くことができないんで、今度呼吸が真逆のね、呼吸をしながら運動したりするんですけども、そういうことをしてるとなかなかやっぱりターゲットの筋肉が変わってこないので、やはりこの体幹部分というのは大切で、そういう使い方をしてほしいんですね。だからまずその役割というのを理解して、正しく腹筋をやって、そこでから強くしていく。強くなったら形は変わるし、他の運動もうまくいきます。ぜひね、この腹筋の役割というものをよーく理解して、それ次の、エクササイズに活かしてみてください。はい、パーソナルトレーナーのゆうでした。